カーモデルを作るのにも飽きてきたので今回は違ったものを 3D プリンターで作ってみた。実家に帰省した時ポケコンの箱だけを見つけた。高校生の時お年玉やお小遣いを貯めて初めて買ったコンピュータ PC1350。パソコンのことを当時はマイコンと言ってた。持ってない人はナイコンとか言ってた。ポケコンがマイコンに含まれていたかどうかは記憶にない。性能的にこれで何かができたわけではないけど、ベーシックプログラムを作ったり、IO 別冊ピオのゲームを入力したりして遊んだ。あとこれで機械を覚えた。アッセンブラなんて持ってなかったので、この条件でいくつ戻ってとか番地を数えて手作業でプログラミングしてた。ノートにびっしりと書き込まれた記号や数字が作用した感が出てた。プログラムはカセットテープに自作のインターフェースで保存してた。大学進学時に弟にあげて自分は大学生協モデル PC1470U を買って今でも電卓として使っている。3D モデルを作るのは難しくないけど、キーのパーツが多いのでめんどくさい。キートップとか全部作るのは面倒だ。UV 展開でキートップに画像を一つ一つ貼り付けた。3D モデルを作って気づいたのは、厚みが結構あるけど、デザイン的に形状と配色の両方で薄く見えるように工夫されている。当時、PC1200K とか色々あったけど、PC1350 が液晶画面が大きいだけじゃなくてデザイン的にもかっこよかったと思う。30年ぶりに手に入れた自分にとって初めてのマイコン。進路選択で電子工学科を選んだのにも少なからず影響があったかもしれない。